国内のチーズの消費量が5年連続で過去最高を更新し、新型コロナウイルスの影響下でも増加傾向にあることが分かりました。2019年度のチーズ消費量は前の年より 1.5% 増加して5年連続で過去最高を更新しました。今年度は新型コロナの影響で外出を控える傾向が強くなりましたが、家飲みでのおつまみや家庭での料理・お菓子作りの需要などから4月から6月で前の年より 10% 以上、支出額でおよそ 25% 増えています。一方、国内の生産量は3年連続で減少していて、農水省は鮮度を売りに付加価値化を進めたいとしています。